もういい加減にしなさいよ。あんたそのビデオ何回見てるの。100万回ぐらい。お風呂場の掃除2個の担当。はいはい、頑張りましょう。たくもう。あ、ママ。何？4時から元気のドラマの再放送があるの。ビデオ撮っといて。自分でやりなさい。はい。ねえ、見た？昨日のドラマ。うん、見た。かっこいいよね。私、断然光一くん派だな。私、つよしくん。みーこも。私は光一くんかな。どこがいいんだよ、あんな連中。あ、でも俺、時々見てるよ。なに？あいつら結構面白いよ。今、最低でもカラオケぐらいはマスターしておかないとさ、みっともないよ。お前、歌えんの？うん。うわあ！な、何これ？去年もらったのよ。元気キッズのクリスマスカード。うそ！なんで？じゃ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 ーん！見て見て！まさかそれ！入っちゃったファンクラブ。おお！ファンクラブに入ると。コンサートの案内とかも来るし、チケット優先予約もできるし、オリジナルグッズとかも買えるし、クリスマスカードだってくれんだよ。へえ、私も入ろうかな。みんなで入ろうよ。ね、ミコ。よーし。ねえ、お願い。絶対ダメ。まだ何も言ってない。言わなくても大体わかります。さすが母上、娘のことをよく分かっていらっしゃる。えい。で、何なの？ CD？ 写真集？それともビデオ？元気キッズのファンクラブ。ファンクラブ？みんな入るって言ってるよ。みんなって誰と誰？みほちゃんはもう入ってて、ゆっこと、まりちゃんと。それだけ？他の子も入るって。人は人、うちはうち。ファンクラブに入るとコンサートの優先予約できるんだって。知ってるでしょ、今すごい人気で、普通じゃチケットなかなか買えないんだよ。だから？冷たいな。子供の代わりにわざわざチケット取るの並んでくれる親もいるんだよ。よっぽど暇なのね、そのお母さんは。お願い！これで何回目？え？これ、あなたが今までに入会したファンクラブの申し込み書。よくもまあこれだけ溜め込んだわよね。入るたんびに長続きしないで、すぐ他のファンクラブに入って入会金返してって感じよね。分かったらさっさと寝なさい。今何時だと思ってるの？こんな夜の夜中まで起きていて。いや、12時15分から元気キッズのバラエティがあるんだけど。寝なさい！明日が来るわよ、明日も！2人とも入ったんだ、ファンクラブ。あ、まあね。あれ、ミコひょっとしてまだ入ってないの？早く入った方がいいわよ。今ね、すっごいいっぱい人が増えちゃってて、ファンクラブの中でもチケット抽選なんだって。ねえねえ、今度武道館でコンサートあるでしょ。うん、あるある。チケット取れたらそれみんなで一緒に行かない？いいね、行こう行こう。うんうん、楽しみだね。うん。君のハートは逃がさない、僕たちのもの、強し、光一。いいな、私も入りたいな、ファンクラブ。入会金返してって感じよね。仕方がない、元気キッズのビデオでも見て元気出そう。エスコの部屋です。今日は漫画家のほのへりこさんにおいでいただきました。どうも。漫画家さんになるまではいろんなご
ですってね。はい、そうです。消えている。だから何度もごめんなさいって謝ってるじゃない。あの番組、仕事の都合でどうしても撮らなきゃならなかったんだから。だからってよりによって私の元気キッズのビデオで撮ることないでしょ。仕方ないでしょ、慌てて入れたから間違っちゃったんだもの。それが謝る態度か。まあまあ、新しいテープを買えばいいじゃないか。行くない。どうせまたすぐ再放送するって。ひどい、みんなして、うちの家族は最悪だ。そんなに泣かなくてもいいでしょ。じゃあファンクラブに入ってもいい。それとこれとは別です。あー、ファンクラブは無理か。うわ、どうしたの。なになに、どうしたの。見ろよこれ。なにこいつら。マゼルコネル、男女、みんな男だよ。真ん中のこの人超かっこいい。そいつカナイアクト。へー、すげーよな。はい、もう少し遠いところ見て。ちょっとかわいそうだったかな。だからってよりによって私の元気キッズのビデオで撮ることないでしょ。仕方ないでしょ、慌てて入れたから間違っちゃったんだもの。それが謝る態度か。まあまあ、新しいテープを買えばいいじゃないか。行くない。どうせまたすぐ再放送するって。うちの家族は最悪だ。ありゃファンクラブに入れてやらないと収まらないかな。山田さん、山田さん。何？隣来てますよ、元気キッズ。サインお願いします。たったいま。おかえり、みーこ。いいものもらってきちゃった。じゃんじゃじゃーん、ほら元気キッズのサインだぞ。うん、そこ置いといて。元気キッズはミーコ的にはブーム去ったらしいよ。え、カナイアクト。ミーコ大丈夫？ねえママ、ファンクラブ